トライアンの勝利、頼むで。ジジドットコムニュース。2020年11月2日、トランプ氏、ペンシルバニアで、猛攻。一方的勝利宣言への布石か。米大統領選、猛攻。激しく攻め立てること。マスコミは赤い勢力やからバイデン有利にしたんやろね。ちなみに今回も私カード占いしたんですけど、大阪都構想については分かりやすく、あ、これはダメだってなったんですけど、バイデンさんが勝つか、トランプさんが勝つかで、一人ずつ占ったところ、お二人とも不吉な結果のカードが出てきたんですね。バイデンについては、結果が一番の騎士ライダーが出てて、あ、なんかいい知らせっぽいけど、最終結果に雲が出て、あ、ダメねってなったんですね。バイデンは、ないわ。と思いつつ、トランプ大統領を占ったら、最終結果、釜が出てきたんですね。釜については、雲と同じように不吉やから、って思いつつ、本来は大きな危険の前兆やねんけど、その前に宿女出てるから、まあ、なんとかなるやろっていうことやねんやろんな。トランプ大統領の勝ち。占うまでもないと思うねんけど、こんなん出ました。って、言っとこうと思いました。泉厚野さん、ご高齢になって引退なさったっていう情報は、ウィキに書かれてありました。記事によりますと、アメリカ大統領選を3日に控え、共和党のトランプ大統領が激戦州の東部、ペンシルバニア州に、照準を定め、猛攻を仕掛けている。郵便投票急増による開票の遅れが、確実視されている同州で、ペンシルバニア州で、民主党のバイデン前副大統領相手に、開票開始直後からリードする展開に持ち込み、一方的に勝利宣言する布石だという見方が出ている。アメリカメディア、アクシオスってところは1日、トランプ大統領が3日夜に当選確実が出ていなくても、勝利宣言する考えを示していると。複数の関係者の話として伝えた。トランプ大統領は記者団にこの報道を否定しつつも、コンピューターの時代に選挙の夜に結果がわからないなんてひどい。と開票の遅れを牽制。日課の消し印があれば数日間、郵便投票を受け付けるペンシルバニア州などの規則に疑問を呈した。お前な。ペンシルバニアでは、3日時点では、郵便投票の割合が低いトランプ大統領の票が伸び、時間が経つにつれ、バイデンの票が増えると予想されている。報道によれば、トランプ大統領は早々と勝利宣言し、後から増える郵便投票分を不正とみなして訴訟を起こす構えという。そうそう、もう起こすべき。民主党は、国際組織進歩同盟。社会主義インターナショナルに変わる非常に恐ろしい国際組織やんかいさ。社会主義インターナショナルっていうのは国際共産党、コミンテルンとそもそも同じ組織やった。中国共産党と日本共産党は同じ組織で、コミンテルンって言われてる国際共産党の一支部同士。コミンテルンはもう消滅したことにはなっておりますが、コミンテルンの指導団体ってのが昔から分かってるんですね。それは秘密結社フリーメイソンやから亡くなったように見せてるだけでしょ。世界各国の共産党は国際共産党、コミンテルンの一支部同士やからね。ちなみにアメリカの大統領は秘密結社フリーメイソンのお眼鏡にかなった人しかなれないことになっていて、バイデンになろうが、トランプ大統領になろうが、どっちでもええんちゃうの。この世の中は常にどこかが揉めてないといけないようになっていて、されていて、資本主義と共産主義や社会主義は戦っていないといけないことになってるんですね。資本主義、社会主義、共産主義、世の中を牛耳る大きな勢力が作ったものやから、我々日本国民は民族主義がええなーとか言うても、敗戦国やから、そうは問屋が下ろしてくれない。資本主義がええか、社会主義がいいか、共産主義がええか、どれか選びなはれ、みたいな感じになってるから、自由な資本主義で楽しく暮らした方が絶対お得。現状、アメリカにつくか中国につくかしかあらへんねん。
で、よく反米保守とか言うてアメリカと罹患させようとするやつ現れるけど、それ隠れ共産党ちゃうの、赤組の工作品ちゃうのって思いながら、私は日光のお猿さんのように見ざる聞かざる言わざる無視、早くアメリカから独立しないといけない言うて焚きつけてる人たちを見ると、それはあかんやろ、世界を牛耳る大きな勢力に何されるか分かれへんで、我々は日米同盟のもと楽しく世の中かねや言うて歩んでいけばいいんですよ、こんな状況やねんから、と私は思ってお伝えしています。で、トランプ大統領は新型コロナウイルスでの入院治療から退院後の3週間で約50の集会を開催。元気なじいさん、74歳、パワフルやで。このうちペンシルバニアは最多の11を数える。白人労働者が多く、4年前はトランプ大統領が 0.7 ポイント差で制したが、今回は支持率約4ポイントの差でバイデンを追うやて。この支持率ほんまかどうか知らんけど書いてあるし、ということで、トランプ大統領は前回勝利した激戦州のうち南西部ミシガンとウィスコンシンで6ポイント以上に離され劣勢、この2つの州を落としてペンシルバニアも奪われれば敗北が決定的になるため、トランプ大統領にとって最後の砦と位置づけられる。一方バイデンも1日ペンシルバニア州入りし、あと2日でアメリカを分断したこの大統領に終止符を打つことができると支持を訴えた。聞いてくれる人いたんかな、あっそうって感じやな。最終日の2日も同州をペンシルバニア州を3カ所回り、最後のテコ入れを図る。日本であの悪夢の民主党政権後の選挙で、菅直人の選挙演説が実に寒いものやった。鳩山由紀夫とか岡田克也、奥様にモテモテとか一生懸命マスコミが持ち上げてたけど、実際は人がいなかった。一生懸命自分で握手しまわってた。トランプ大統領のところには人がいっぱい集まってて、バイデンのところには人がいないっていう映像見てんけど、まるで日本の地獄の民主党政権後の議員たちを見ているようやったよ。バイデンの失言いろいろ聞いたけど、支持者がドン引くほどのこと言うてたな。 YouTube のチャンネルで NTDTVJP さん、11月2日失言それとも意図的発言、バイデン氏、私はハリスの選挙パートナー、ちょっとボケてる、いやかなりボケてるバイデンさん、腐ってもタイみたいな肩書きやしな、元副大統領。バイデンが大統領になったらカマラ・ハリスを押し上げる計画なんやろな。概要欄の導入だけ読ませていただく。民主党大統領候補のバイデンは10月27日選挙イベントに参加した際、自身はカマラ・ハリス上院議員の選挙パートナーであると発言しました。これまでに失言を重ねていることから、トランプ大統領陣営からしばしばバイデンは民主党の急進左翼のトロイの木馬に過ぎず、左派がホワイトハウスに送りたいのはカマラ・ハリスではないかと疑われています。そういうことやねやろな。カマラ・ハリスあんま見たくないからちゃんと見てないねんけど、バイデンはバイバイデンってなってくださいね。